皆さんこんにちは、カムカムフッタです。今日はスーパーカーブ C125 のキャリアについて解説します。外してきました。ボルトが2箇所とナット2箇所で車体に止まっています。で、引っ掛ける部分が4つありますね。荷台の上スペースは 230mm、 加速 18mm。 この部分でいうと 185mm。 穴が4箇所ですね。センターに大きい穴と小さい穴で、左右対称の穴があります。つまりセンターの穴が 110mm。30mm かな。で、一番大きいところで 40mm、 26mm、 151mm、 21mm ですね。キャリアとしては小さいかなと思いますね。溶接が綺麗ですね。溶接うまいですね。おまけの情報ですが、じゃん。私が持っているシャットのトップケース、型番はSH39。 これはタイで買ったもので、日本でもトリシティの後ろにつけて使っています。こちらの取り付けベースがスーパーカーブのキャリアに取り付けられるかどうかを確認してみたいと思います。シャフトの取り付けベースはこちらです。大きいですね、シャフト。難しいかな。全く合いません。キャリアの穴ピッチとベースのピッチが全く合いませんので、こことここの穴加工をしないと取り付けできないですね。残念ながら、スーパーカーブのキャリア、ノーマルのキャリアにシャットの SH39 用のベースは大きすぎて取り付きません。はい、ちょっとキャリアの件に関してはまた工夫してみたいと思います。スーパーカーブ C125 のリアキャリアについて解説しました。皆さんの参考になれば嬉しいです。はい、よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。